真面目くんの真面目に正しい〇〇の仕方講座、本日はこちらです。真面目ポイント1、しっかりと手を洗いましょう。続いて真面目ポイント2、熱々のご飯を触るときはやけどしないよう手を濡らしましょう。今からおにぎりを握ります。よいしょ。熱い。よし、一つ目が握れましたと。よいしょ。ありがとうございます。はい。二個目が握れました。よいしょ。よいしょ。僕の方が小さい。え？確かに言われてみればそうですね。ちょっと持ってみてください。体が大きいからちっちゃく見えるとかそういうわけではないみたいかな。そしてここからがマジ重要ど真面目ポイントです。大きさがバラバラだと喧嘩の原因になってしまいます。みんなに配る場合は公平に握りましょう。公平に握りたいと思いますのでグラム数を測ります。145.7g ですね。それでは 145.7g のおにぎりを握りたいと思います。あっち、これぐらいだったような気がするんだろうな。きっと同じぐらいの大きさだと思います。乗せます。 146.5g。 1回目ですごくないですか？1回目で8g 多いので1つ抜きます。どうでしょう。これで公平なおにぎりになりました。平等に握るって難しいですね。